はい、この度、総理大臣として初めてのアフリカ歴訪の最初の訪問地としてエジプトを訪問することができ大変嬉しく思っております。LCC 大統領をはじめエジプトの皆様方の心温まるおもてなしに心から感謝を申し上げます。エジプトは中東アフリカ地域の平和と安定にとって重要な役割を担う日本にとって極めて重要なパートナーです。先ほどの首脳会談では二国間関係から地域国際情勢にわたる幅広い課題について率直な意見交換を行い、日本としてエジプト、そしてこの地域の成長と繁栄に引き続き貢献していく決意をお伝えいたしました。また G7 議長国としてエジプトとの議論も踏まえながら今月の広島サミットに臨むことを説明いたしました。二国間関係では先ほど署名を行ったカイロ地下鉄4号線に係る協力や国際協力銀行による日本企業の風力発電事業参画支援と多方面にわたる息の長い支援を続けていきます。教育分野ではエジプト国内で普及が進む日本式教育について新たに高等専門学校の導入に向けた協議を開始しました。人材育成は国家の繁栄の源であり、日本は今後もエジプトに対する教育分野での支援を続けていきます。ロシアのウクライナ侵略を受け多くの人々が食料価格の高騰に苦しんでいます。日本は円借款による農業用水の利用効率化支援や技術協力によるポンプの維持管理支援、無償資金協力を通じた農業生産性向上のための支援といったさまざまな事業を通じエジプトの食料安全保障強化に貢献していきます。スーダン、ウクライナや東アジア情勢等の国際情勢についても意見を交わしました。現下のスーダン情勢についてエジプトによる同国の平和と安定の実現に向けた貢献に敬意を表します。大統領との間で時間をかけて話し合い、一刻も早い事態の沈静化と民政移管プロセスの再開に向けスーダンと密接な関係を有するエジプトとの緊密な連携で一致をいたしました。アジアと欧州を結ぶ物流の大動脈たる航海に面するスーダンの混乱は日本および世界経済に多大な影響を及ぼす恐れがあります。我が国としてもG7 議長国、安保理メンバーとして積極的に貢献すべく、近く清水アフリカの角担当大使をエジプトを含む関係国に派遣する予定であること、また周辺国における難民国内避難民に対する緊急人道支援を実施する同意があることをお伝えしました。ロシアによるウクライナ侵略という国際秩序の根幹を揺るがす暴挙は決して許せません。唯一の戦争被爆国としてロシアによる核の威嚇は断じて受け入れられず、ましてやその使用はあってはならないと考えています。LCC 大統領とは
法の支配に基づく国際秩序を守ることの重要性、世界のどこであれ力による一方的な現状変更は認められないということで一致をいたしました。核ミサイル問題や拉致問題を含む北朝鮮への対応についても連携していくことで一致をいたしました。この機会に私から先般発表した自由に開かれたインド太平洋 FOIP の新たなプランを説明いたしました。物流の大動脈であるスエズ運河を擁するエジプトにとり海の平和利用や航行の安全は極めて重要です。日本は引き続きこの分野でもエジプトと協力していきます。さらに緊張状態が続くイスラエル・パレスチナ情勢について深刻な懸念を共有いたしました。エジプトによる緊張緩和に向けた積極的な取り組みを高く評価します。シナイ半島に展開する多国籍部隊監視団 MFO については我が国の人的貢献を強化する方針を大統領にお伝えしました。アラブ諸国との政治レベルの対話を強化するため本年9月に第3回日アラブ政治対話を開催すべく調整をすること、および日エジプトヨルダン三者協力をさらに推進することで一致をいたしました。日本とエジプトはもはや二国間にとどまらず地域そして国際情報で協力し合う重要なパートナーとなっています。こうした現状を踏まえ今般両国の関係を戦略的パートナーシップに格上げすることで一致をいたしました。さまざまな課題に果敢に取り組む LCC 大統領とともに国際社会の平和と安定そして繁栄に向け貢献をしてまいります。ありがとうございました。シュクランジャゼイランナコン。